陣屋は、江戸時代の幕藩体制における、大名領の藩長が置かれた屋敷、また、徳川幕府直轄領の大官の住居及び役所が置かれた建物のことである。一般的に3万国以下の城を持たない大名が、陣屋を持った、また上級旗元も、事業地に陣屋を構えた。さらに、大半の過労の所領地である事業所の成長が置かれた、屋敷も含まれる。 飛び地を所領に持つ大名が、現地の出張所として、陣屋を設置することもあった。また、函館奉行所や長崎奉行所なども、陣屋として扱われることがある。さらには、幕府直轄領地である、支配所に置かれた、大官所を含む場合もある。領主の領地の位置を表す用語は、上主の居城に対して、陣屋を位置とする場合は、在所という、陣屋に班長を置く大名のことを無常大名。 あるいは陣屋大名と呼んだ。無常大名が上司閣大名へ昇格した場合、国元の陣屋を城に転換することは許されず、実際には城門の構築を許されるのみであった。足森陣屋の小規模な堀と石垣陣屋は城郭に比べて簡略化されており、行政、居住の機能しか持ち合わせていないものが多かった。塀で囲った敷地内または外に、長屋、または小屋など、 各地で、呼び名は、異なるところはあるが部下が住まう屋敷と、中央となる役所と、奥向きである本陣が作られることが多かった。ところにより、旧城地や城郭のように小高く作る場合もあり、特に商藩の大名陣屋では、その部陣屋や小物陣屋のように幕末に至って天守に見立てた、炭屋倉や水堀、低い石垣や土塁を築いたり、森陣屋のように隣接する、 神社境内に石垣を多用したり、天守に見立てた二階建ての茶屋を建てるなど、城郭を模したものもあった。幕末に建築された正木藩の時れ寺神社のように、両方式の土塁と砲台を構築し、限定的に軍事機能を持たせた例もある。さらに田野口藩の田野口神社のように、本格的とは言えないまでも、西洋の星型要塞の様式で建築され、達岡城と呼ばれた例もある。 上ズ国イの陣や越前国鶴ヶ陣や津王国徳山城は、規模が大きく、三、王陣やと呼ばれることがある。大規模な城郭と比較した場合、規模も構造も、建造物も,も簡素であったことが多く、大名家自体も、さほどの国高を持たない、いわゆる権威のない史跡、と思われがちである。ゆえに、廃藩地検後に容易に取り壊され、 用地も整地されて現存しない例が多い。また、歴史的有名人が居住したり、天守や大規模な石垣や構造物を持つ、というような、目立つ、大城郭と比べ、地元住民や行政側の扱いもいい加減になりがちであり、保存や復元、歴史的検証、または、検証がおざなりになりがちである。三日月人や長屋門人やの門などの建物の一部や、 石垣等が減存することがあり、他に廃止後に移築されて、建物の一部が減存する場合もある。落山園小畑陣屋奥伝人屋書院、柏原神屋玄関、西条陣屋大手門陣大神屋長屋門平安、時代に宮中警護をする英氏の詰所のことであった。大名などの武家や、公家などが宿泊する宿を意味する、本陣を参照、現代の旅館、温泉の名称に、 陣屋を使用するものもある。鎌倉時代には、合戦における兵士の臨時軍営を陣屋と呼んだ。自童の役所を陣屋とも呼んだ。近世には民政上の拠点を指す意味が強くなり、爆藩体制における政調研所、成長謙挙書、倉を意味する言葉となった。ありがとうございます。